こんばんは。こんにちは。やろー、ハロー。お昼ぶりです。ちなみに桜ありがとうございます。ありがとう桜、ありがとうございます。キャワキャワありがとう、嬉しい。桜ありがとうございます。消えてしまいたいそんな孤独、ありがとうございます桜。やっほー、2時間ぶりですね。おつにじです。白が世界一には本当に。桜ありがとうございます。髪の毛がボサボサなんですけど、やります。さっきは仕事中でもなったからよかった、聞けて。皆さんまた来たよ、ありがとう。三色団子ありがとうございます。これから何すればいいのか。桜は咲いてないんですよ。こちらはいつも可愛いね、ありがとうございます。清楚ですね。なんかさっきはあんまり清楚じゃなかったんですけど、清楚にしました。今日あったかかった、本当に。なんかあったかくて泣きそうになりました、嬉しくて。ありがとう桜、星ありがとうございます。三色団子おつにじです、こんにちは。大丈夫だと思う。可愛いが渋滞しています。おつにじ、キャンセル綺麗だったね。 X 見たよ、ありがとうございます。桜ありがとう、たくさん。星ありがとうございます、星ありがとうございます。桜ありがとうございます。おつにじこんばんは。ちゃんちゃんちゃん、ちょっと大人っぽくなった。え、そう。今日はストレートで昼間はやってました。こっちの触覚だけ、ま、巻いてなくて、なんか変なんですけど。やっぱ変じゃない、こっちの触覚だけ巻いてないの。少しの時間だけど来ましてありがとうございます。 X 見た。ありがとう桜、綺麗ありがとうございます。ありがとう綺麗。髪型も服も変えましたよ、さっきと変えました。ありがとう桜餅、たくさんありがとうございます。10個もありがとう。三色団子、桜もありがとうございます。ここ見よし、ありがとう。見ちゃったよ X、コゴミンです。触覚あるだけ可愛い、ありがとうございます。昨日ぶりです。桜ありがとう、こんばんは。桜ありがとうございます。配信第2部です。やっぱこっちだけ巻いてないの変かな。まあいい、気にならないそんなに。ありがとうございます桜。幕張で会えたココミン可愛すぎでした、ありがとうございます。嬉しい、よかった。今まで何をしてきたのか。ありがとう桜、ありがとうございます。可愛い、ありがとう。おつにじ、全然可愛いです、ありがとう。言われたら気になっちゃうよね、邪魔ないときます。ありがとう三色団子、ありがとうございます。こんばんは、
ありがとう、さくら。このままじゃいられないんだ。今日2回目だよ。ありがとうございます。2回目配信ありがとう、さくら。ココミンのポスト見ました。ありがとうございます。嬉しいポストが今日の昼間っていうか、みんみんココミンのハッシュタグが多くて、たくさん今日の昼間みんみんココミンたくさんあって嬉しかったです。ありがとう、さくら。このままじゃいられないんだ。ありがとうございます、さくら。三色団子ありがとう。好きになりました。桜餅ありがとうございます。今日は今お夜ご飯を食べて、ニューエイジャー大好きわかる。あ、今夜ご飯を食べてきました。映画変な家を見に行くことに決めました。ココミンに感想、楽しみ。いいな、見に行きましょう一緒に。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。桜ありがとうございます。春休み中なんですよ。ココミンのポストするのも楽しいんだよね。嬉しい、ありがとうございます。じゃ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 、このままじゃいられないんだ、青春ないでも。ココミン推しありがとうございます。初見さん、前髪長いかな最近ちょっと。こんばんは、桜ありがとうございます。僕も一緒に映画行きたい。みやす、行きましょう、行きましょう、行きましょう。ほんと可愛くて仕方がない。ありがとう、嬉しい。桜ありがとうございます。三色団子ミニ学式は4月の最初頃にありますね。結構すぐ。ありがとうございます、桜。なんか嫌だな入学式とか。こんばんは。お城とかお花見の季節だとね、行きたいよね。映画もご飯も全部出せていただきます。ありがとうございます。じゃあお寿司がいいですね。お寿司ありがとうございます、さくら。映画館でポップコーン、いいね、キャラメルでお願いします。おつにじ映画じゃなくてココミンばかり見てしまう。暗いけどね、暗いけどね。映画館かわいい、ありがとう。おつにじありがとうございます。こんばんは、2部です。2部なうです。今日もかわいいね、ありがとうございます。焼肉もいいね。あ、にゃーんずの皆さんで焼肉行きましょう。あんずさんがいないっていう。お寿司コミとホラー映画ね、変な家見たいんですよ。変な家が見たすぎて、なんか本当に怖いらしいんだけど、めちゃくちゃ面白そうだし気になります。ツインテールです。ツインテール、僕の地元は日本桜。すごい、どこなの。愛知県か、すごいね。そんな松本城もでも結構桜綺麗です。キャラメルいいよね。持ち帰るの、一口も食べないで。桜ありがとうございます。ショールームです。かわいい、ありがとう。焼肉の前は卓球だね。なんか卓球大会があるらしくて。星ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。たくさんかわいいを、まあ、久々ツインテールなので、これでもよかったかもな。まあいいか。こんばんボンジュール。このままじゃいられないんだ、青春ないでも。お寿司ね、わかる。ホラー映画ってちょっとむずいよね、食べるタイミング。ホラー映画ね、本当に面白そう。変な家やりたいこと。ありがとうございます、三色団子。もうどやらなきゃ。長野のバスツアーでリンゴ食べて美味しすぎた。やっぱ長野県のリンゴって美味しいんですよ。
美味しいんですよ。ぜひ食べてみてください。本当に美味しい。最近リンゴ食べてないかも。ココミヨシありがとう。さくらありがとうございます。三色団子ありがとうございます。こんばんは。おつにじ、目が痛い。現役 JC でめっちゃハマってる。ありがとう。やっぱね、ツインテールは最強ツインテールらしいので、長野ね、めっちゃいいところですよ。おすすめスポットです。リンゴアレルギーなの？梨は？梨とか桃とか果実どれも強いね。わかる。果物とかいいよね。こんばんは。僕がツイン好きだから、いや、みんなねツイン好きなんですよ。好評なので。長野の 100% リンゴジュース美味しすぎたでしょ。なんか本当に美味しいです。長野なんかぶどうのジュースとかもあるけど、めちゃくちゃ美味しい。桜ありがとうございます。長野全体おすすめスポットです。行ってほしい。みんなにココミン、リンゴの皮はそのまま食べます。リンゴは。ココミン、犬が好きですか？犬大好き。犬ラブ、ドッグラブ、ラブ、ドッグラブです。ありがとう。さくら前もいたけどね、嬉しいです。長野のシャインマスカット最高です。長野ってわさびも有名。そうだよ、わさび有名だよ。わさびソフトクリームとかあるので、わさびソフト。ツインのためにもめとって、そんなこと言ったらめちゃくちゃツインの写真送っちゃうけど、たくさん。世界一かわいい。本当に？本当ですか。さくらありがとうございます。いいねキャンプ。うん、夕方ゲット、夕方ゲットとか懐かしくて、やば、夕方ターゲットあるんですよ。長野県のテレビで夕方ゲットっていうのが。ありがとうございます。さくら三色団子ありがとうございます。乗馬体験いいね。わさびソース食べたことないんですよ。ツインテです。ドリアン食べたことないんですよ。ドリアンあるよ。みんなドリアン食べたこと。ドリアンノーですね。ノーです。ありがとう三色団子。今来たけどまだ間を。ありがとう、ありがとうございます。じゃ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 ん。ハロプロね、なんかハロプロって見ちゃうとめっちゃハマっちゃって、そう、お姉ちゃんも好きだったんだけど、ハロプロ時代。お姉ちゃんもハートありがとうございます。あとでイヤホンつけて聞く、ね、ありがとうございます。ハートありがとうございます。そう、桃で撮ってるからおすすめですよ。いろんなココミ見れます。そう、なんか名古屋が第二の故郷みたいな感じで嬉しくなります。桜ありがとうございます。三色団桜餅たくさん10個もありがとうございます。桜ありがとうございます。うん、あるね。 NMB さんの歌でドリアンの。桜ありがとうございます。ありがとう桜たくさん。皆さん心はもう抑える。国民の豆は日常の一部になっている。嬉しい。まあ、結構送ってるので3通ほど。ドリアン少年、ドリアン美味しいらしいけどね。ありがとう三色団子。初見さんありがとうございます。ありがとうございます。さくら横浜のあの子を好きになっちゃったの。あとありがとうございます。かわいい、ありがとう三色団子。ありがとうございます。ココミン少年ね。ココミンは少女です。一応少女です。今も少女ですね、一応。ありがとう三色団子。今髪の毛汚い。
インドネシアに来たらドリアンね、食べてみたくない？ドリアン。オッケー、オッケー、センキュー、ありがとう桜。ここみんのメール見るのが毎朝の日課です。嬉しい。そんな、え、ドリアンね、なんか食べないよね、あんまり食べる機会があんまりない食べ物だもんね。髪型変わったよん。横浜のあの子を過ぎ、目が乾燥するんですよね、この時期。青春って定期受診頑張って。かわいい、ありがとう。ドリアン食べたことない？ドリアンのはドンキに見ましたね。あ、サイリウムありがとう。虹虹サイリウム、おつにじにじゅうじょうし、ありがとうございます。眠そう。え、ドリアンね見ないよね、あんまり。ありがとうさくら、確かに変身はルーティーン、ありがとうございます。横浜のあの子を好きになっちゃった。最初なんかありがとうございます。おつにじ、あのさ、想像できないよね、味が。ありがとうございます桜餅。あ、ありがとうございます。何を持っているの、何だと思いますか。綺麗、ありがとうございます。ギフト、何を持ってるでしょう。ココミこんばんは。サイリウムありがとうございます。青は緑、電車から見てます。おつにじリップだよ、まさかの。リップですよ。おつにじ、そう、ツインテールなんですよ今日。ツインテール、今日は一人です。生活を、ママ来た、バナナ来た。長野のあの子を好きになったの実は、ありがとう、嬉しい。長野初です。初いただきでます。初いただきました。ありがとう三色団子、ママミンですね。バナナ来た、ありがとう星。丸々一個買う勇気ないね。可愛いでしょこれ、食べたくなる感じ。ありがとう三色団子。モンだったでよかった。これってエイムモンじゃないのかな。料理がいつも美味しそうなココミママ、今日のココミ過去一可愛い、いつも可愛いけど特に可愛い、本当に。なんで、ありがとう、嬉しいです。そんな、ありがとう三色団子。ママミンの料理食べてくださいよ、ぜひ。待ってます。あ、31日劇場行きます、待ってます。ありがとうございます。虹虹虹ありがとうございます。その服めっちゃツインテール似合う、可愛いよね。横浜のあの、もう離れないんだけど、横浜のあの子が。ウィスキーもありがとうございます。ビジュアル選抜入れる、食べて。みんなお母さんの料理、今日は鍋でしたね、肉団子鍋。にじちゃんは SK の可愛い象徴、本当に。ツイン強い、ありがとう。ツイン強い、ありがとうございます。にじツインテール最高すぎる、ありがとうございます。こんばんは。白可愛いよね。ねえ、マジでボンボン売ってない、マスカットボンボン。桜ありがとうございます。マジでない桜、違う、マスカットボンボン。なんかメルカリで9000円とかで売っててやばくない？なんでそんなに人気なの？
おつにじです。面白いよ、ママが面白い。さくらありがとうございます。マスカットボンボン、そう、関東だけのやつ、ありがとう。さくら販売してた。え、ないよね、なんかそういうのもないんですよ。2回目配信だよ。さくらありがとうございます。そう、花は桜餅ありがとうございます。触覚伸びた、切らなきゃ。ここら辺まで切りたいです。うん、うん、バナナ来た、ありがとうございます。桜プレゼントを紹介しようって思っていただいた。うん、伊藤あるっぽいけどココミはないっぽくない？あ、ありがとうございますね。ココミってやっぱ珍しいもんね。ありがとう三色団子、誰もありがとう。目が輝いてた、なんだろう。ありがとうございます三色団子。花ありがとうございます。桜バナナ来た。ではもらったプレゼントを紹介したいと思います。元気な顔ですね。もらったプレゼントを紹介したいと思います。私のポン、パチ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 、全部きれいの、ありがとう三色団子。さくらありがとうございます。そう、紹介します。あの、なんかまずお手紙をもらいましたね。中学校の卒業祝いでした。ありがとうございます。ありがとう桜、ありがとうございます。三色団子もお手紙をいただいたんですよ。ありがとうございます。で、そう、それが可愛くて、なんかこういう感じのやつだったんですよ。こういう感じの可愛いやつで、可愛くない？ありがとうございます。そうで、なんかこの開いたらこういう感じになってる可愛いやつで、ありがとうございます。そう、立体のやつね。で、なんかハートありがとうございます。ギフト可愛いでしょ。で、お花、このこれがあってね、え、なんだろうって感じじゃん。これ開けたらびっくりしたんですよ。開けたらなんと、見て、すごくないでしょ。かわいいピンクです。ピンク、ピンク、兄ちゃんの笑顔かわいい。ありがとうございます。かわいいでしょ、ほら本物？なんかあれ、花を乾かすみたいなやつ、すごいでしょ。ドライフラワーみたいで、そう、これで、こういう感じでキャワでしょ。かわいいね、ありがとうございます。ドライフラワーじゃないよ、ドライフラワーじゃなくて、ただ歌っただけ今。ドライフラワーみたい、可愛くない？ありがとうございます、ありがとうございます。多分ショールームにいてくれてると思うんですけど、ありがとうございます。本当に可愛くてびっくりしました。こういうのもらったの初めてで、お花系の、なんか柿の花とかももらってて、花束おめでとうみたいな、そうなんですけど、こういう花をもらったの初めてだったので嬉しかったです。で、卒業祝ありがとうございます。おしゃれだよね、
ありがとうございます。三色団子ありがとうございます。かわいい。ありがとうございます。お手紙もいただいてありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。お団子ドライフラワーみたい君との日々も。ありがとうございます。お水いらないやつ。そうそう、花はって聞いてたの。あとまずお手紙ね、があったんですよ。でお手紙と一緒にたくさんのクロミセットが届きまして、日本では桜が咲いてないです。ノー、桜ノーです。ありがとうございます。桜のギフトたくさんでもらったんですよ。紹介していきますね。これをもらって、まずポーチ、桜桜ありがとうございます。ハートもくるみさんのポーチをもらって、ポーチをもらいまして、あと水筒のカバー、ありがとうございます。くるみ尽くしです。ありがとうございます。ありがとうございます。桜ありがとうございます。ハンカチ、ハンカチです。かわいいねこれ。ありがとうございます。ハンカチもキラキラしてる。ナイス、ありがとうございます。と、ピン止め一個ちょっと出しちゃったんですけど、ピン止めをもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。花びらとポシェットみたいな巾着袋、ありがとうございます。くろみさん、ハート、桜ありがとうございます。たくさん、ここみづくし、ありがとう。ハンカチね、かわいいよね。とスマホスタンド、スマホスタンドです。スマホスタンド、ここみん卒業おめでとう。ありがとうございます。センキューセンキューセンキュー。そう、ツインココミンみたい。ありがとうございます。さくらと、あのヘアバンド、くろみさんのヘアバンド、ヘアバンド、ヘアバンドで、あとクリップ、ヘアクリップ、ヘアクリップ、え、これかわいいね。つけれる、つけて、つけれるかな、つけてみる。そう、これはあのアンズさんとイワニャンのファンの方がくれて、でもアンズさんとイワニャンとお揃いなんですよこれ全部、多分アンズさんとイワニャンとお揃いのものがあります。ほらクリップです。これちょっと待って、つける。クリップありがとうございます。かゆい、ありがとうございます。よ、本人の方が多分 S 公園に入ってていないと思うんですけど、あとこれリップ入れるやつ、リップケースのやつなんですけど、可愛くない？リップ入れるやつらしいんですけど、多分うちのリップの、今のうちのリップ多分大きすぎて入らないかもしれないんだけど、リップのケースをもらいました。ありがとうございます。そう、あのこの方が手紙でさ、あのアンズさんとイワニャンとお揃いみたいな感じだったんですよ。そう、スティックのリールじゃなくてリップ入れです。
とこれ可愛くない？カエル。今その方はエスコアに入っています。桜ありがとうございます。そう、三色団子ありがとうございます。これもくれました。カエルです。カエル、キャワ、カエルで、うちは高校も始まるので、あのこれをカバンにつけて投稿したいと思います。これはこれですよ、あの光るやつ、夜中に。とあと靴下、靴下です。ほら靴下も3足もありがとうございます。嬉しいでしょ。でこれはなんかさ、ゆわにゃんがさ、あれこの前レッスンの時に履いててさ、だからうちもレッスンに履きたいと思います。これすぐに、もう今すぐに、だから今日これは洗濯して履きます。よがよくない、ゆわにゃんも履いてて、これこれかわいい、これいちごし、ありがとうございます。たくさん、配信には多分来れてないんですけど、ありがとうございます。たくさん、靴下かわいいよね。愛なんとかいらない悲しみじゃない。ありがとうございます。たくさん、キラキラ、ありがとうございます。かわいいよね。花束も、花束というかお花も、くろみさんもありがとうございます。そう、あんさんとてんちゃんとお揃いらしいです。紹介は以上です。あ、ココミ戻ってきた。あともう一個あるんですよ。肩が来た。ね、星ありがとうございます。レインボースターありがとう。これです、お手紙をもらったんですよ。名前がつっちゃうんですけど、ありがとうございます。いい匂いするんだけど、このお手紙なんで、いい匂いするいい匂いする、気のせいかな、いい匂いする。でもこの方は本当にトーク会で会ったんですけど、めちゃくちゃいい匂いがした人なんですよ。だからかな、え、なんかいい匂いする。え、いい匂いするえ、すごい、びっくり、いい匂いしたもん今、嬉しい。とこの手紙をねもらったんですよ、たくさん、ありがとうございます。あの感動しました。でママが泣いてました。泣いちゃうって言って、ありがとうございます。お手紙感動しました。そう、おしゃれさんだね、香水なんて。そう、でも本当にトーク会でめっちゃいい匂いしたからびっくりしたんです。ありがとうございます、皆さんのプレゼント、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、三色団子も桜もありがとうございます。かじっちゃダメだよ。ありがとうございます。今日この3つありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。桜、ないとかいらない、すごいよね。ショールームもありがとうございます。皆さん来てくれて、え、いい匂いだった、なんか甘い匂いって感じでした。え、泣くよ、ママ何でも泣くから大丈夫。ママに関しては何でも泣きます。ありがとう、桜、三色団子ありがとうございます。遠くからでも雪に酔い、
うまいね。最近うまくなってきた。こんばんは。そう、泣きますよ何でも。ママはね、すぐ何でもね感動して、みんながねここ見回しになってくれてることも信じられないって言うから。ありがとうございます桜だるま、ありがとうございます。洋梨ね、甘い匂いしたもん。ありがとうございます。ここ見もすぐ泣けますよ、常に何でも泣けます、やばいくらい泣く。めっちゃ泣くよね。ありがとうだるま、三色団子10個ありがとうございます。たくさん東海、わかるよ東海、わかりますよ。めっちゃ信じて、ここ見失われて幸せで、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。桜咲いたら一年で、桜ありがとうございます。全然グッド、ありがとう。お手紙二つ結びです。ここ見失たくさんいるよね、嬉しい。なんかよくメールの返信とか見てママのとか泣きそうになってるし、うちも泣きそうになったりしてた。似合う、ありがとうございます。さくらありがとうございます。さくら咲いたら一年生、一人で行けるかな。ここみさんって名前もこんなに可愛い人も会ったことない。レア、レア人物です。返信見てるよ。返信あと5日。ココミンからいい香りした。本当にみんないい香りした、うちから。ねえみんな分かったかな、握手会とかいい香りした、うちから。なんか泣いてたの、今日一の踊り泣いてたよ。JC 卒業してからまた変わった気がする。え、どうなった？大人の女性ですか、大人になった。可愛いねこれ。虹って文字に反応するのは異常じゃないよ、正常です。え、全然返信みんなめちゃくちゃいいよ。絶対ココミン押すでしょ。ありがとうございます、三色団子ありがとうございます。嗅ぐの忘れてました。ピエン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 、次は絶対に買います、ぜひ待ってます。返信ね、え、でも23時ぐらいに見てますいつも。あ、23時22時ぐらいに途切れてるかな、そのメールの審査みたいなやつが。おつにじ可愛すぎてそれどころではなかった、ありがとうございます。おつにじさくらありがとうございます。いいよぜひ、待ってますよ、トーク会も握手会も、朝のも夜もまとめてくるよ。今日この頃ね、わかるよ、自分でも思う、表情のことに関しては。20、うん、多分22時までに送ったらあるかも。結構見てますよ。ね、ありがとうございます。虹は美しい。なんかさ、未来とかってさ、匂いまでするとか味覚まであるとか言わない？あのなんか将来の未来は日本の、え、それやば。普通に全世界の人にここ見なくしかおすすめしたいぐらい、ありがとう。気持ちだけでも嬉しいです。桜咲いたら一年生、一人、そうですね、運営の人が見てるのかな。なんか何でも届きますね最近は。香り届くのは少し怖いね、味覚も上がるとか、やだ。
何鍋が好きか、キムチです。ヘイビー可愛くなってるね、あなた、ありがとうございます、嬉しい。まあね、顔が変わってくので女の人は、この学生時代に。ありがとう桜、三色団子ありがとうございます。私のお願い全部聞いて、ありがとう三色団子たくさん10個ありがとうございます。同期でファンの情報、え、結構話しますよ、めちゃくちゃめちゃくちゃ話す。ココミンは何の香りですか、え、何だと思う、うちの香りは。え、でもこの前ココハ普通にね、香水とかなしに洗剤で行った時に、ココミンいい匂いすぎるって言われた、嬉しかった。でも香水つけたらもっといい匂い。映画館あるよね、香りの出てくるやつ。前返信メールの本文に自分の名前書いたら全部届いてなかった。え、そうなんだ、届かないんだ。自分がちょっと楽しいんだけどね、可愛いって言うと可愛くなるらしいですよ。ありがとうさくら、ココミはディオールです。ディオールです、ディオールです、ありがとうございます。ドキドキの、でもなんかいろんな香水使ってます、日によるかな。ピエン届くぐらいの勢いで会いましょう。その子のファンに共有してるから一緒ですね、結構話すよ。可愛い、ありがとうございます。ディオールです。かゆ、返信ちゃんと届いてるよ、めちゃくちゃ。家着いた、ありがとう、おつにじよかった、ちゃんと家に着いて見ててくれてたのかな、ずっといたから。ありがとうございますさくら。え、でしょ、多分うちの匂いはあんましなそう。でもうちの香水はいい匂いなのでおすすめです。そう、香水はね、いろんなものを試してるんですよ。でも結局ね、中2ぐらいの時に、中1？中2ぐらいの時に一回ディオールの香水を買って、めちゃくちゃいい匂いだったの、それが。ででも中3の後半ぐらいに、なんかいろんな香水を試し買いしてたの、ずっと。でも結局ディオールの匂いがめっちゃ好きだったから、結局戻りました、元に。でも悩んでる、なんか落ち着く匂いとかってあるじゃん。ありがとう、ファンレベル22だって。さくら、ありがとうございます、たくさんありがとう。さくら、こんばんは。握手会の時に匂わなかった、本当に。え、ピエン、もっとじゃあやりますわ。コミさんは香水つくなくてもいい匂いそう。え、そうかな、ギャルミンねえ、落ち着く匂いってあるよね。シャネルの5番、おしゃれだね。シャネルもいいよね。ありがとうございますさくら。早すぎる、中に。お姉ちゃんとかがね、結構使ってて、なんかでもね、香水のディオールもすぐ消えます、匂い。結構いいね、なんかすごいおしゃれなプレゼントもらってない？おつにじ。かわいく目の前にした、本当に。でも全然、え、みんな匂いしなかったか、ピエン。じゃん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 、急な急な、これは翼？じゃん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 、これ翼だ。ハートありがとうございます。でも本当にうちの香水いい匂いなので、なんか鍵に来て、じゃあ次握手するついでに。
だからぜひ5月の5月6月え5月6月ってツーショット会だっけ。えでもわかるか、わかるかもしれないからぜひ待ってます。星ありがとうございます。え次絶対ね怪しい人かな、それはちょっと。でもぜひ陰に来てください。じゃんじゃん、え陰に来てね、みんなおすすめです。え本当に陰に来てね、めっちゃいい匂いし、いい匂いだから、うちの香水。あ手袋につけてるよ、だから手袋に香水つけてます、香水つけてます手袋に。私はトゥーリーは翼だけが大好きだから、コミが翼を、えいいよねあの歌めっちゃ好きなんだよね、うちも。でもあのリトマのここが好きです。ありがとうございます、桜ありがとう。おつおかえり、おつお洋服ね二次ワンピあるんで、えいいかね、香水、香水勝負しよう、香水勝負。ここみんな帰るときみんなやばいね、それはちょっとやばい。ハートありがとうございます。手袋につけてるよ。え握手会の時いい匂いした、いい匂いした、それはない。ええつけてるよあの手袋に香水。ありがとう桜。え虹色のワンピース着ます、6月かやばいよね。こんばんは。えでもねいい匂いだから、えでも全然香水つけてきてください、皆さんもぜひつけたい方は。おめでとうけまづけづけ香水チェックいいね。こんばんはありがとうございます桜。えでもね結構もうみんな香水つけてそう、ありがとうございます桜。なんかこの香水いいなって思って買った香水があったんだけどね、その匂いがあんまり好きじゃない匂いで使ってないんだよね、買っちゃったのに。嫌いな匂いだったので、なんだけどなんかこの前同期と話してたから誰かからその匂いがしたの。え待って誰だろうって思ったらユアニャンで、でユアニャンもこの香水いいって思って買ったらあんまり好きじゃない匂いだったとか言ってて着替えました。ディオールの香水を使ってます。結局あのねいろんな香水に試してたんだけど結局一番好きなやつに戻りました。ありがとうさくら。え全然柑橘系って読むのかなこれ、分からないけど全然好き、何でも好き香水は。え、ね、自分で匂い作るのあるよね。ママはママじゃなくてネーネが、ネーネは香水を混ぜて作ってる、好きな匂いを。すごくない、自分であの香水買って、この香水とこの香水買ってこんな混ぜたらいい匂いになるっていう組み合わせを考えて作ってた。うん、ユアニャンもディオル、ヘアミスト、ディオールのヘアミストはあのママが使ってます。ありがとうさくらドーナツの香水ちょっと危険ですね、うちドーナツの匂いが嫌いなので。全然、すごい魔法使いみたいだよね、わかる。えフレグランス企画ね、もうこの触覚が変すぎて嫌です。変じゃない？こんばんは。ね、ディオールなんで多いんだろうね。
やっぱいいんじゃない、可愛いもん。まずそのパッケージが、ありがとうさくら、可愛いもん。ディオールのヘアミスター女子におすすめされた、男性も使って、ぜひ。めちゃくちゃいいよ、あのめっちゃいい匂いなんですよ、おすすめです。いい匂いするのっていいよね。いろんな香水を使ってみたい。シャネルの赤いの使ってる、おしゃれ。なんか強い強い女の人って感じ。ありがとうございますさくら。おじさんが香水はどうなった、全然いいと思うよ、めちゃくちゃ。さくらありがとうございます。夜のお姉さまたちはシャネル、ああ確かに、なんかわかるかも。ありがとうございます三色団子。でもなんか先輩と一緒にいるとすごいみんないい匂いして、楽屋とかめっちゃいい匂いですよ。ありがとう三色団子。さくらありがとうございます。そうなんだ、シャネルあるんだ。シャネル似合うかな。ジルって誰か使ってたな、ココハだっけ、誰か使ってる。服屋の香りすごそう、わかる、本当にすごいよ。基本みんなもう絶対みんな使ってる、みんな絶対使ってます香水は。ジルスチュアート、その先輩が特にいい香り。でもなんかわかんない、うちが一番近くで嗅いでる先輩がアンズさんなんですよ。なんかアンズさんってさ、ハグしてくれたりするじゃん、だから一番近くで嗅いでるんだよね。でも全然めちゃくちゃいい匂いです。うん、一番近くで嗅いでるのがアンズさん、アンズさんだからさ、いい匂いです。ハートありがとうございます。桜もありがとうございます。羨ましいぞいいでしょ、ハートありがとうございます。そうなんですよ、アンさんなんですよ、一番近くで嗅いでる人が。そう、めちゃくちゃいい匂い、知りたいもん。ココハちゃんがジルシチュアートなのかな。でもなんか似てる匂いなんだよね。でもめっちゃいい匂い。まばたき期待する、ありがとうございます。アンさんが羨ましい、嬉しい。そんなアンズさん羨ましいぞなんて、逆にアンさんが羨ましい側なのね。ハグしてくれるんですよね、アンズさん、かわいいです。間に合った、よかった、よかったよ。ブラックウォールナットかっこよさそう。なんかさ、男の人の香水もさ、いい匂いするよね。ありがとうございますさくら。二人の間に挟まれたい派です。あ、いいね、それいいね。なんかこう間にいるみたいな。ありがとうございますさくら。ひるかさんね、ひるかさん本当になんかめちゃく、なんかなんて言うんだろう、この世の人とは思えないくらいの、なんて言うんだろう、そのなんか天然さとか可愛さがすごくてびっくりします。青緑のだるま、ありがとうございます。逆にうちがハグしてる説、確かに。でもなんかさ、逆にアンさんがハグしてきてもさ、うちの方が大きいからさ、わかる？わかる？でも大きいんですよね、うち。みんな身長何センチ？ありがとうございます三色団子。さくらありがとうございます。ハートありがとう。みおまるさんもいい匂い。大川さんもいい匂い。ココミは天然さ感じられないよね。ありがとうございますさくら。10万ポイントいった？ありがとうございます。本当だ、ありがとうございます。あり
ありがとう三色団子。ツインは反則。ここに可愛いの 80% があるので、まあ、このクロミちゃんは大きいのでね。ありがとうございます桜。桜ありがとうございます。宮村さん背高いです。え、みんな身長何センチね。頑張ります。道のりがありますが、まあね、チャレンジなので何事も。身長低いです、だから今のに確かにそういうことか。頑張ります。素直でまっすぐで性格がいい。ありがとう。え、高いね。163、168、高いねみんな。ありがとう桜。158一緒。宮村さんとほぼ同じ。高くない？高。こんばんは。173高いね。ありがとうさくら。156、169さくら、ありがとうございます。あ、いいじゃん。アンドさんとうちに挟まれてますね。でも香水の匂いはしなくて。ピエン170の高っ。頑張ります。30万ポイント結婚してありがとう。168180。へえ、あ、確かに高いよね。高いわ確かに。おしゃれだね、やっぱ厚底とか。厚底とかおしゃれだね、さすがです。仲間っていいねみたいなの。え、でもジャンさんとここで肩組めるので仲間っていいねで、制服の目でね。ありがとうペンギン、可愛いペンギン。ありがとうございます桜の。176高い。ありがとう桜餅、ありがとうございます。たくさん10個も桜ありがとうございます。いつも温かい。ここ伸びるかな。三色団子ありがとうございます。背が低いのでコンプレックスです。え、そんな低い？低いって思ったことないんだけど。コミ160になったかもしれない、わからない。ありがとう三色団子。いや、ココハはマジで高い。もうココハやばすぎる、高くて。ありがとうございます三色団子。ココミまだまだ成長期ですね。ありがとうございます三色団子。私は158、一緒だね、一緒ぐらい。ありがとう三色団子。仲間との肩組むとこいいよね。仲間っていいね、いつも温かい。綺麗、ありがとうございます。ありがとうございます桜。こっちゃんも高い、結構高い。オーディションの時よりだいぶ伸びました。オーディションの時はねまだ低かったし、海に抜かれる。ありがとう、あの桜。いいね、スキンケアいいな。こっちゃん高いよ身長。メス公園多いですね、高身長の方が。ありがとうございます桜。すいません、ゲスト集めに配信全然全然グッド。伸びてほしいですね。伸びてほしい、伸びてほしいですね。もうすぐ今日もお別れなんで早すぎるね。一番小さいのミアビーム、綺麗、ありがとう。壇上まであと5分、ありがとうございます。いつもココさんで一番小さいんですよ、ココサブローで。ココサブちゃんです、一番ちっちゃいんですよ、うちが。でもね、
未完成の人生は。今日はあのツインテールだったんですけど、どうだったですか？ね、本当に本当に本当に8時過ぎても入れたいですよね。ね、早いね。ナイスとミー。アンさんが身長ちっちゃくて、シンプルに好き、かわいい、ありがとう、めちゃくちゃかわいい、ありがとうございます、かわいすぎです、ツイン、メロメロになってます、よかった、うちでアイコンよかったです、あっという間に、めっちゃ可愛い、ありがとう、最強ツインテール似合いすぎて、この世のもうこれマジでおもろかった、もう 80% がここに、この可愛さがうちの80、この世の中の 80% の可愛さがここみにあるっていうのが本当に面白かった、やばい、ありがとうございます、ありがとう、かわいいギフト投げたいけど、桜ギフトアイコン見てますよ常に、あのすごくユアニョンの配信に行っても見てるからね、アイコン、ありがとう桜、長野駅ね、長野駅やばいね、サイドポニーはここぞという時に使うんだよ、桜ありがとうございます、今世界で一番可愛いと、本当ですか、それはどうかな、触覚もいいですか、ありがとうございます、今日は触覚がうまくいかなくて、ちょっとそこでテンションが下がかったんですけど、テンションが低かったんですけど、ハートありがとう、全然いいよ、イワニャンの時はイワニャンで、未完成の人生は、学校行くときはおろしです、左耳かけ、いつもの感じって言ってました、触覚クロリー自分でやってますよ、その言い方、かこみは可愛い&美しいだから、ありがとう、ありがとうございます、さくらアイコンまでチェックしてますよ皆さん、でもここみんなアイコンの方はね、この方もいますし、これさびっくりなんだよね、ありがとうございます、びっくりしたもんこの前、アイコン見てるよ、カラオケね、いいよね、カラオケしたいですね、人間性ありがとう、アイコン勝手にココミありがとう、嬉しすぎる、嬉しい、ありがとうございます、え、触覚切らない方がいいと思う、そうアイコンもね、ありがとうございます、ココミにしてくれてる方が意外といますよ、お披露目のココミの方もいるし、ありがとうございます、切らない派、アイコンない人なんかここら辺にしようかなって思って、ここら辺、ここら辺13位読みます、13位シナモンの方ありがとうございます、12位がルカさんのクマの方ありがとうございます、11位が何だっけ、タヌッキです、タヌッピありがとうございます、ラスク、ラスクん、ラスク、ラスクみたいな、ありがとうございます、あ、ラスカル、ありがとうございます、10位が大村あんずさんの上りを持った男の子の方ありがとうございます、9位が岡本さんの浮き輪を持った男の子の方ありがとうございます、8位がにじにじの太陽の方ありがとうございます、7位はもぐらの方ありがとうございます、6位は大村さんの大村さんのリラックマの方ありがとうございます、
5位が石塚さんのアバターの方、ありがとうございます。4位が初期アバターの男の子の方、ありがとうございます。3位がポチャッコの方、ありがとうございます。2位がタピオカ、ありがとうございます。1位が友蔵だった気がします。友蔵の方、ありがとうございます。もうラスクでもいいですすいません、ありがとうございます。1位の方とコメントをくれた方も、今日ギフトをくれた方もたくさん、プレゼントもありがとうございます。紹介プレゼント紹介ができたので、今日はあざす、ありがとうございます。切るのもありやな、ありかな、ありがとうございます。さくら、いや、このアンさんを可愛すぎて、うちもアイコンをアンさんにしたいぐらいなので大丈夫です。メガセイの人、え、アイコンね、ヘッダー見たよ、ありがとうございます。とても嬉しいです。触覚ね、どうしましょう。おつにんち、ありがとうございます。ここみやばた頑張りましょうね、ありがとうございます。君に手紙を、うん、レターセット楽しみ、ありがとうございます。スクショタイムですよ。いつもポーズ一緒すぎない？ありがとうございます。今日は素敵な日になりまして、よかった。え、これからコンサート？今日もう終わったのか。ありがとうございます。ありがとう、おたか。さくら、ありがとうございます。猫ハート、ありがとうございます。今日も楽しかったです。あ、13位ケロッピの方、ありがとうございます。ケロッピの方、カエル同盟ありがとうございます。青緑ありがとうございます。違う、何、ありがとうございます。ありがとうございます。